岩鳥はスズメメ飾り鳥科に分類される鳥類の一種。禁縁種のアンデス岩鳥との区別のために、ギアナ岩鶏とも呼ばれる。個体差はあるが体長は2 7トルから3 2トル。オスの羽毛は、翼の黒と根元部分の白い模様、お葉の黒い模様を除いて全体が鮮やかなオレンジ色、またはオレンジがかった赤色でくちばしと足もオレンジ色である。 カンウは半円状で常に立っており赤色の縁取りがある。一方のメスは全身がくすんだ焦げ茶色でくちばしと足も黒っぽく、カンウもオスと比べて小さい。アマゾン川下流域のウリンに生息する。植生は雑食で果実や昆虫、小型の爬虫類や両生類などを食べる。繁殖期になるとオスはメスの気を引くために 他のオスと競い合って求愛ダンスを行う。メス機の上から、オスの求愛ダンスを見下ろし、気に入ったオスのところに舞い降りて、交尾を行う。繁殖期におけるオス同士の争いは絶えず、求愛中の他に、交尾の最中でも妨害する。また、メスの気が変わりやすく妨害をした方のオスを気に入って、交尾をする可能性が高く、岩鳥の交尾回数は個体によって差が激しい。 ブラジル、コロンビア、フランス領ギアナ、ガイアナ、スリナム、ベネズエラの南アメリカ北東部のギアナ高地に生息している。禁煙種のアンデス岩鳥はここよりずっと西側のアンデス山脈に生息する。イワドリの生息域は人間の手が及んでいない熱帯雨林を多く含んでいるが、金鉱山探しでの川の汚染や材木搬出による木の切り倒しによって、 映装地に影響が出ている。また、見た目から岩鳥のオスはペットとしての値打ちがあり、密漁が行われているが、分布域では一般的に生息しており、IUCN は保全状況を軽度懸念としている。ありがとうございます。